そこで提案があるんだが、どうかな。今すぐ私を殺すというのは。君に催眠術をかけて私を殺させることもできるが、それには少々時間がかかる。それ進み続けるんだ。死んでも死んだ後も。これは父さんが始めた物語だろう。それは困るんだろう。あの、誰か。すべてのユミルの民に告ぐ。残念だけど、どれだけ急いでも間に合わないよ。お友達は君を置いていってしまう。エレンのことを知ってるの？ Of course I know. It's me.おじさんは誰なの？私は誰でもない、同時に誰でもある。そして催眠術師は何でもよく知っている。うちゃん、森には怖い狼が。君は迷子なんだよ。君は自ら望んでここに迷い込んだ。エレンの死を受け入れることができず、自ら作り出したこの世界にね。しかし、どのような世界であろうと、あなたにはエレンの死を止めることができない。なぜならエレンはその体の中に死を抱え込んでいるからだ。だからどれだけ彼を守ろうとしても、死は必ず彼を捕らえる。もし嘘だと思うのなら確かめに行くといい。ただし、私を殺してからだ。あなたは強くなって元の世界に戻らなければいけない。どうして邪魔をするの？できない。その時思い出した。この光景は今までに何度も何度も見てきた。エレンと一緒にいたいだけなのに、それだけなのに、どうして。その瞬間、体の震えが止まった。その時から私は自分を完璧に支配できた。何でもできると思った。戦え。だったらこんな世界